出動要請。ちょうどいいぜ。何が模擬戦だ。あんなもんじゃ俺の実力は測れねえ。実戦でそれを証明してやる。そりゃいいけど、バイクはどうするの？私の後ろには乗せないよ。昨日酔ったでしょ。俺のバイクは？ああ、デバイスはあるけど、バイクとスーツはまだだわね。なんでだよ。俺もうマスクメンだろ。君のは特注なの。まあ私が作ってるんだけど、さっき取ったデータで最適化する予定だから。マジかよ。じゃあ留守番してたら。私は行くね。待て、俺も連れてってくれ。まったくこのルーキーは世話が焼けるね。実力は大したことないくせに。この何、あんたが嫌ならこっちは一緒に行く必要なんてないんだけど。嫌じゃないです。ぜひ一緒に連れて行ってください。おなしゃす。しょうがない、ついてきなさい、はあちゃん。てめえ、覚えてやがれ。何か言った？いいえ、なんでもないです。現在ヴィランと交戦中。場所は美しい。あたいはカケスのシード。キラキラ光るものが大好き。おとなしくそのダイヤを返せ。さもないとすぐにマスクメンがやってきて。知ったこっちゃないね。ギャハハハハ。警察だろうがマスクメンだろうが。おやおや、ずいぶん自信があるみたいだけど、その自信僕を相手にどこまで持つかな。お前は永久マスクメンの。よくご存知で。どうする、降参するかい。誰か、この美しいのはあたいのだ。おやおや、どうやら真の美というものが全く分かっていないらしい。何言ってやがれ。僕の貝殻硬いだろ。毎日鍛え上げてるからね。これも僕の中の真の美に近づくためさ。真の美？その貝が美しいってことかい。どうだかね。確かに模様はちょいと変わってるが。しかもなんだいそのマスク。お前の目はそこにはないだろう。意味あるのか。おやおや、素顔まで知られてるとは。有名なのも考えものだな。だが僕はマスクメン。マスクをしてなきゃただのマンだ。重要なのは意味じゃないのさ。マスクメンであるという矜持だ。なんだって、聞こえねえ。だからどうしてマスクメンになったのかって。それ今大事なことか。あんたは世のため人のためって感じはしないし、まさかお金のためとか。お前、俺をそんな目で見てたのか。ああ、金は欲しいけど。やっぱり。なんだよやっぱりって。そりゃ、こんな楽園みたいなノアで暮らしてればこれが普通だと思うようになるのかもしれねえけど、日本はひどいもんだからな。ただそれも金さえあればなんとかなる。まあ、あんたの言いたいこともわかるけど、混迷期の影響が残ってるのはどこも一緒でしょ。このノア以外はね。だからノアに来たし、金は欲しいって話だ。父ちゃんが死んじまってから、女で一つで俺を育ててくれた母ちゃんにやっぱ楽させてやりたいからな。マスクメン。すでにマスクメンが一人交戦中。マジかよ。俺がヴィランを倒して実力を証明するつもりなのに。戦ってるのは永久マスクメンポイズンボーイ。 あれは抱きかかえられてるのはヴィランか。だとすると戦いはもう終わったってこと。くそ、早すぎだろ。いくら永久だって、一体何があったんだ。